えー、川崎市で非常に痛ましい事件が起きました。あ静岡3歳の女児バス置き去り事件ですけども、これはわざとやったんではないかと、園が園長を中心にね、わざとやったんではないかっていうことが言われるまでになっちゃってますけども、ちょっとあんまり言いすぎないようにした方がいいかなと思いますね。今回は文春オンラインの記事を見ながら色々と考えていこうかと思います。えっ、ー、とですね、これ記事の1ですね。えー、こういうふうに 書いてます。口癖は俺は知らない。当日運転の園長73歳が犯した A から原はではつまぬ、えー、重大過失と書いてますね。地元の名士のもう一つの顔。うーん。やっぱこの園長さんってのがなんかね、えー、飯塚構造的な 上級国民的な立ち位置にいるのかなって気がしないでもないんですけども、まあ責任を逃れながらも自分の欲望を果たしていくということで、まあ非人道的な人間ということはね、言う人もいますけども、一体どうなんでしょうか。園長になると聞いたときは、あいつが園長大丈夫なのかと思いました。昔からの知人はみんな心配していましたね。あいつの父親は幼稚園の他にもお茶の工場を経営する金持ちで、いわば、あこの松田園長はね、ボンボン。 子供の頃からズボラな性格だったので、水戸黄門のうっかり八兵衛ならぬ、A からげい E 加減八兵衛と呼ばれていたと。そんな性格が災いしたのが、まさかこんな事故が起こるとはということですね。何らかの証拠隠滅を図ったというふうな人もいるんですよね。例えば、例えばですよ。まあ、その方が言われるには、この園長先生が、あ今回亡くなったね、園児さんに、 まあ、性的な嫌がらせをしていたというところで、えー、それをね人に喋りそうになったんでこういうことしたんじゃないかなとこれはでもちょっと言い過ぎなんじゃないかなと思いますね証拠も何もないところでこういうことを言うべきではないかなと思いますんで、えー、私の方からねそういうことがもしね耳に入っても憶測でもの 言わないようにした方がいいかなっていうのを、ここでちょっとね、言わせていただきます。あくまでもこの記事に沿って、わかることは限られてますけども、考えてみようかなと思います。えー、炎天下のバス、車中に取り残されて、9月5日午後2時10分頃、静岡県の子供園、川崎幼稚園の通園バス内で、まあ、お亡くなりになったということですね。はい、ちょっと、細かいところ読むとね、私胸が詰まってきますね。 バスは増田園長が運転し、70代の女性職員も同乗していたと。70代同士ですか別に老人がやって悪いってことはないんですけども、事故が起こらないような70代の人をね、選定してほしいですね。今回はだから、人選の時点でもう事故は起こるべくして起こったんではないかな。だからこれがね、こう、消極的な、意図的なというね、表現になるのかなと思います。消極意図っていうんですかね。 だから起きてもしょうがないようなモラルハザードですよねだから事故が事件が起きるような可能性をわざと高めていくっていう方法です故意ではないにしても過失が起きやすい状況を作るってことですね2つ目えっ、ー、と悲劇が起こった川崎幼稚園の地元での評判そうそう地元での評判がねすこぶる悪くっていろんな説を唱える人がいるんですよ憶測の域をね先ほどみたいなねうんうん はい。えー、こういうふうにね、川崎幼稚園映ってますけども、近所の評判悪くなかった。それは幼稚園自体のことでしょうかね。だからこれはスタッフさんがものすごく市民になってやってくださったってところなんじゃないかなと思います。まあそれを園長、副園長が大なしにしてるっていうのが今回の会見でもお分かりいただけたんではないかなと思いますよね。やは管理者がもう何を言うか、何をするかによって、スタッフさん、ね、いわゆる一平卒の どれだけ見落とした働きも無駄になるってことなんですよね。まあだからあの、説明会の時に、保護者説明会の時に、スタッフさんもあまりのことに倒れちゃったんじゃないですかね。自分の側、働いてる側の自分の当領があんな人だったのかと思ったらね、それは相当ショックだと思いますよ。で、同じ罪をなんで被らないといけないのみたいな感じでね。で、えー、園長、副園長はのらりくらりと、時には笑いながらね、冗談まじに、死亡事故の記者会見に、 答えているという、誠実さをおよそ書いたものになっていると思います。事故を聞いたとき、率直なところやってしまったなと思いました。えー、園長の父親は、 海兵学校の出身でよかれの帽子をかぶり市内を片手に親を大事にしろいじめはだめだと子供たちを厳しく指導していました一方の園長はボンボン気質性格は親父とは正反対で芯が全くないまあそうですね口癖は俺は知らないそんなことは言っていないいい加減な性格だから子供の頃はええ減げん八兵衛と呼ばれていたというのは前日のとりでございますで、えー、2002年に 川崎幼稚園の園長に就任した増田園長あ最近園長になったみたいなこと言ってましたけどももう20年やってるわけですね本当責任逃れのね癖が抜けない人ですねもう本当にこう老害というにねほんと相当するという人になります残念ですけども近隣の幼稚園を買収するなど経営拡大に熱を上げていただが手を広げすぎる間に肝心の子供の扱いや園の管理が なおざりになっているのではないかということですね。つまり、スタッフが足りない、運転手が足りないとか何とか言ってましたけども、それは、この松田園長が、まあ、手を広げすぎたんですよね。金が欲しかったんで。松、えー、田さんは近所の幼稚園をどんどん自分の参加に収め、ついには隣町の幼稚園にまで手を出そうとしました。そこまでやらなくてもいいんじゃないかなと、隣町の議員が怒ったこともあったと。 市議会や役場の職員の中でもあんなに拡大して大丈夫か大丈夫じゃなかったんですよね。職員が足りなくなるに決まっている。足りなくなったんですよね。不安視する声はたくさんあった。ただ、地元の議員にうまく根回しをしたからか、結局は認められることになったということで、認定保育園の認定ってのはこうやってね、金で買ったわけですよね。それに加担した、この牧野原市の罪も重いと思いますよ。ひいては静岡県の罪は重いということになると思います。 静岡って本当に、ね、悪いことばっかり起きるんですよ。なんでこう静岡っていうところはねあの、自分の県民とか市民を脅かすようなことばっかりやるのかなと。で、川勝知事っていうのは静岡をいや、まあ、あの管轄してますけども。 新幹線のね、あのー、リニアモーターカーか、運動に反対したりとか、中国の一対一路に積極的に協力して、日本を貶めようとしてるとかね、とんでもない静岡県っていうのはね、地獄のような都道府県なんですよ。だから日本で、北海道、沖縄と並んでですね、あの、日本ではないようなね、あのー、いわゆる、反日が活動している拠点になってるんじゃないかなと思いますよね。えー、マスター園長は2012年に、 園児を集めて、静岡県、なんとか館かとかで、なんとかパレードを実施していると。うん、漢字が並ぶと分かんないですね。はい、2014年にはまたなんかね、やってるわけですよね。うん、地元の名詞、ね、名詞の詞は、なんかあっちの方の市なんじゃないかなということでね、えー、人を貶めるのが結構上手な人なんではないかなと思いますが、交通安全パレードも含めて、えー、園長はパフォーマンスをするのは得意。パフォーマンスね。今回、千夏ちゃんが死亡したバスに、 窓ごと車体を塗装するペインティングも地元で始めたのはこの園長が初めてだったということですね車内が見えなくなってしまって見送るお母さんがかわいそうまさにその通りですよねこういうふうにね車内が見えなくすることによるメリットってないんですよねデメリットしかないんですよこんなことをしたら中に誰がいるのかも確認できませんしじゃあ私もね子供を送りますけども窓からね行ってらっしゃいと送ることもできないじゃないですか いや、そういう風な形で全く見えてないんですよね。あの、これをね、許可する、その、川崎幼稚園のスタッフさんもどうにかしてますよ。スタッフさんもみんなでこれ止めないとね、園長先生がおかしい。だから自分のところの対象がおかしいんだったら、引きずり落とさないと。本当に。これ、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、自分の給料と働くところをね、守るがゆえに、おかしな将軍についてっちゃダメですよ、やっぱり。リーダーは罷免していかないと。特に70代のちょっとね、もう、おかしくなっちゃってる人なわけですから。 でおかしいことをしてるわけでしょ今回いやあのこういう事件が起きてなかったら別に私もね言いませんけどもなんか後ろを見なかったとか記者会見で言ったりとかゲラゲラ笑ったりとかしてるわけですからねちょっと尋常じゃないですよねもちろんあのあ,あいった記者会見で笑っちゃいけないって決まりはないですよ、うん、でもあれがまあ静岡県のモラルなのかなと静岡県民自体を疑っちゃいますよね私はね静岡県の皆さんああいう記者会見でよかったんですかねああいうのが普通なんですかねななんか死亡事故が起きてきててもああいいうことをするみたいな あ終わっちゃった。次の記事に続く。ちょっとクリックしてみましょうか。勇気を持って。はい。この人たちは嘘つきです。の説明に遺族が放った怒りの一言、背景にいい加減な念書。えー、っと。 保護者説明会に参加した親が今後幼稚園をどうするつもりですかと質問したんです。すると園側の担当者は改善してしっかり管理を行いお子さんに危険ないように頑張りますと淡々と答えと。ただ説明会には亡くなった千奈ちゃんのご遺族も来ていたので。うーん。なるほどね。これがだからスタッフさんとかね、参加した保護者が運ばれていくところですよね。えー、えー、この人たちは嘘をついてます。これは何なんでしょうか 説明会は午前10時から幼稚園の2階の遊戯室で開かれ、子供を通園させている保護者114名が参加しました。園長、副園長も出席のも今後の幼稚園の経営方針について説明が及んだ時、ちなしゃんのご遺族が激高して、この人たち嘘をついてます。皆さん騙されてください。この人たちは昨日うちで幼稚園を辞めると言ったんですと叫んだのです。あ、これ私も聞きましたね。あの、幼稚園辞めるって言ってたんですよ。だから経営を続けるなんて言ってなかったですね。やっぱこう、ね、 嘘つきなんでしょうね。考えが変わったんだったら嘘になりませんから、昨日はこう言ったんですけども、すいませんけども、続けていくことで責任を取りたいと思いますぐらいのね、綺麗なこと言えればいいんですけどもね。<laughs> ちなちゃんはバスの中に置き去りにするというあまり重大な過失を犯した園長は、あ園長辞職,職のほか、兼務する学校法人の理事長の職を辞任すると表明し、幕引きを図っている。だが、遺族や保護者の怒りは到底収まる気配はないと。それは収まらないでしょうね。 うんまあ、いろいろまだまだ書いてますよ。肺炎を約束した燃焼の存在と。悪そうな。飯塚構造にそっくりですね、これはね。飯塚構造に。うん、やっぱりこう、人を殺す人の顔って似てくるんでしょうか。そ,れともそういうふうに見えちゃうんですかね、結果的に。こういう事件を起こすから。うーん。はい。千奈ち,ちゃんを死なせしまった責任を取るよう強く求めたご遺族に対して、園長たちは、 川崎幼稚園を廃園にすると一筆書いたそうですと。それなのに説明会では今後の幼稚園の経緯について改善して頑張りますとお話になった。一を明けて、えー、弦を翻した幼稚園側にご遺族の不満が爆発したのも当然ですよね。食ってかかってね、パンチの一発でも浴びせないと気が済まないでしょうね。まあ、というよりもなんで、あれなんでしょうかね、こういう人は生き延びるんでしょうかね、いつも。うん。なんで、この命の順番ってのは本当に気の毒ですよね。 死ななくてもいい人が死んでしまい、過失に行って人を殺す人が生き延びるというね。うーん。まあ別にこの人にね、どうこうなってほしいってことではないんですけども、なんから命の皮肉をちょっとね、つぶやいてみましたけども。遺族への謝罪の場という最も重大な局面を切り抜けたい一心で肺炎の一筆を残しておきながら、下の根も乾かぬうちに幼稚園存続を匂わせる。こうしたその場しのぎとも取れる増田園長らの姿勢に疑問を持つのは別の園の関係者。いや、俺もですよ。ね。 人間として許せないですね。これが本当に日本人かと思いますよ。特攻でね、死んでいった英霊たちに恥ずかしくないのかと思いますよね。生かされなかった過去の教訓。まさにね、そういうことはもう散々パラ言われてましたよね、はい。じゃあ最後にね、この一文を読んで終わりたいと思います。今回桃園となっていた QR コールドの 投稿園管理システムは昨年福岡県で起こった保育園で園児がバスに取り残されて死亡した事件を受けて導入されたものでした。それなのに過去の教訓は全く活かされなかったことになります。虫風呂状態だったバスの車内に放り残された千奈ちゃんは発見時上半身裸の状態だったことも判明しました。持っていた水筒の水も全部飲み干しちゃったみたいですね。本当に苦しい中、いろんな人の顔を思い浮かべながらきっと来てくれると信じながらそのまま 眠りについたんでしょうね。本当にこの顔が憎たらしくてしょうがないですねいやでもねこの人の私はね親戚でも身内でもなくて本当良よかったですよそう思いませんかこの人の身内でありたいですかこの人があなたのお父さんだったらどうですかあなたのご主人だったらどうでしょうか自分のおじいちゃんだったらどうでしょうかもう街歩けないですよ普通の感覚を持っていればね 過失ががきるのはしょうがないです。でも起きないような体制をとっていたのかってことが求められますし事故が起きた後にどのようにどのようにね世間の皆様にご遺族の皆様にそして亡くなった方に顔を向けていくのかってことが大切なんじゃないですかねもちろん謝って済むことばかりではないですけども謝れない人間は最低ですよ。この人は最低の人じゃないですかね